皆さん、こんにちは。2020年、えー、合格目標、科目合格制度を活用した戦略的合格法についてのガイダンス講義を行いたいと思います。私、レック・セニコ氏、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回、このこちらのガイダンスではですね、えー、2020年、 2020年オリンピックイヤーですねオリンピックイヤーに合格をするんだということでそのためにまあじゃあどんなカリキュラムであったりだとか、まあ、どういった指導をするのかとか多分皆さん画面の前の皆さんはいろいろなこう疑問とかねあると思いますので、まあ、そちらにできる限りこちらの,あのお手元のパンフレット等を使いながら えー、説明をしていきたいなと思っております。よろしくお付き合いください。で、まあとはいえですね、あのまあガイダンスの冒頭、まあ私まずいつもあのガイダンス生のガイダンスなんかもよくやってるんですけれども、まず必ず皆さんにお尋ねすることがあります。えー、中小企業診断士になりたいというですね強い目的意識はありますか？ ということですまあもちろん今ご覧になっている皆さんの中にはいろんな資格がある中で診断士ってどんな資格だろうなとかまああのまあとりあえず資格何かこう取りたいなと思っている方もいらっしゃると思います。それが別にいい悪いではなくてあの何が申し上げたいかと言いますと、まあ、診断士にしろ他の資格にしろ全部そうなんですがこう まあいわゆる普段の皆さんの生活ありますよね。例えばまあ社会人の方であれば当然仕事をしなければいけない。あとご家庭がある方は家族とのお時間だったりもちろん睡眠時間も取らなきゃいけないと。まあ限られた24時間という時間の中でこれから勉強を始めていこうというからには今ある24時間の時間の使い方の中に 勉強時間、学習する時間というのをねじ込んでいかなければいけないんですね。ですから、出来上がっている24時間の時間の使い方を少なくとも変えていかなければいけない。当然ですね、今まで慣れ親しいんだ、例えば、じゃあ睡眠時間、まあ、必ずじゃあ、例えば7時間取りたいと。7時間取りたいというのであれば、じゃあ起きている時間、 はい、17時間の起きてる時間のどこかに勉強時間をねじ込まなければいけないとそうすると今までの生活スタイルが変わってくるわけですよね。そうするとやはりりスストレスになりますということは当然この資格の勉強というのは合格合格するまでやっぱり何らかのストレスがかかると、はい、大げさな言い方ですけれどもそういうことになります。か受かってしまえば解放されるわけですよね。 なのでそのストレスにやっぱり打ち勝つ必要があるわけですね。そのためにはやっぱりしっかりとした目的意識があった方がまあこの少なくとも長丁場今回の場合2020年合格目標です。2020年のまあ一番最終的に二次試験をクリアしなければいけないわけなので2020年のまあ10月下旬ですよね。そこまで勉強が続くわけです。 そう考えた時にまあある意味生半かなまあ取れたらいいかなという気持ちだと、うん、残念ながら続かない可能性があるとこれ脅しではなくてねというのをもう必ず言っちゃいます。もう本当であればもうそういう脅しなんかしなくてねああもうぜひもうぜひこの講座取ってくださいってね商売押し売りしちゃうのが、まあ、一番なんでしょうけれども私としてはあの皆さんにやっぱりこの 現実的な話としてね資格取得というのはそんな甘いもんじゃないですよと大変ですよっていうのをもう包み隠さず伝えておきたいだって大変だもん実際になのででも間違いなく言えるのはこの中小企業診断士という資格、まあ、診断士に限らずですけれども資格というのは取れば当然こう人生が変わるだけのインパクトを持ってます 資格取得をきっかけにですね私自身も大きく人生が変わりました、まあ今回はその話が趣旨ではないので割愛しますけれどもでも間違いなくこの資格を取ったことによって人生変えることができるんです。ですからじゃあ資格取得をきっかけに何か皆さん自身の人生をより良くしようじゃありませんかと。そのたためにはだったら しっかりとこの資格の学習をですね、確実に今回であれば2020年合格を目指して、まあ、えー、学習をすることによってですね、2020年に人生を変える切符を手にすることができるわけですから。じゃあそれに向かって、ぜひ頑張ろうじゃありませんかと。で、こういうカリキュラムですよという説明をですね、この後していきたいなと思ってます。なので、まず冒頭のオープニングトークとしてはですね、 あの、ぜひぜひ、目的意識を持ってほしいなと。はい。で、それに向けて、まあ、あの、我々レック講師陣はですね、全力で皆さんをサポートいたしますのでね、そういった形で、あの、正直申し上げて、資格取得は生半可では、あなかなかね、難しいですよ、ということを、まあ、脅しじゃないですけれども、えー、言っておきたいと思います。で、やっぱり、そうだなと。 是非中小企業診断士の資格取りたいなと思ったのであればじゃあ、えー、改めてですねじゃあこのその中でこの科目合格制度というものを使ったこの1.5年のまあ合格コースってまあどんなもんなんだろうなというところをこの後お話ししていきたいと思います。 じゃあですね、まああの、お手元にパンフレットが終わりの方はですね、えっと、パンフレットの26ページになるのかな、ちょっとこちらに今移しますので、まあ、試験概要の、えー、ちょっとページを開いてみてください。す、ま、で、あ、にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて、この中小企業診断士の試験の概要について、ちょっとおさらいを兼ねてですね、えー、ご紹介も兼ねて、えー、いきたいなと思っております。 でまず、まあ、これ、えーとまあ、横に時間が流れていくということでざっくり申し上げるとまずは、えー、毎年8月上旬に一次試験そして10月下旬に二次試験でこれは筆記試験ですね論述試験と。で12月 の中旬に、まあ、二次試験の講述試験面接試験というものが行われるのが、まあ、一般的になってます。でこちらちょっとアップにいたしますけれどもこの通常8月上旬なんですが、えー、実は先ほど申し上げたように2020年はオリンピックイヤーになりますので8月上旬っていうのはまさにオリンピック開催にろかぶりなんです。なので 実は2020年の診断士試験はですね、1ヶ月前倒しになることが決まってます。7月に行われる。ここが特殊なんですね。ただ、まあ、2019年については通常通り8月。で、2020年については7月というところはちょっと普段とは違うと。ここだけちょっとご留意いただきたいなと思います。で、 この8月のまあ、一次試験に合格した人だけがですね二次試験に進めるということになってますでこちらの合格率をちょっとご覧いただきたいんですが一次試験も二次試験もともにまあ、約20%という合格率であることがまあ、お分かりいただけると思いますただですねこの20%というのは 1> 1時も2時も数字的には字面は一緒なんですが中身が全然違うわけですねでこの1次試験のこの20%というのはあの、まあ、受験料1万3千円だったかな1万3千円払えば実は誰でも受けられるんですね。なので、まあ、受験資格はこの受験料を払った方ということになります。だから分母がねお金を払った人が分母になります。 その中の合格者が20%ということである意味まあしっかりと勉強ができてない人も分母に含まれているということになるわけですね。だからまあしっかり勉強した人にググッと分母を絞れば合格率っていうのはある意味もっと上がるはず。私の肌感覚でね。ちゃんと勉強した人だけで 合格率を出せば、多分20％以上には当然なるはずなんですね。で、まあ,ある年の、まあ、私のあのまあ、法人ある企業の法人クラスっていうのがあった時の合格率、一時の合格率が65％ぐらいかなっていう時もありました。だからちゃんと勉強したクラスで、えー、合格率出せばもうちょっと上がりますので、この20％というのは正確な数字ではないと私は思ってます。 ただ一方でこちらの二次試験の20%というのはこれはガチの 20%5 人に4人が落ちる試験です5人中4人が落ちますで1人しか受からないと5人中1人しか受からないという試験これは間違いないですというのは一時通過した人しか二次を受けられないわけなので、えー、全員ですねしっかりとまあ知識がある前提ですよね分母に入ってくるのは一時受かった人だけだから ちゃんと知識がある人たちが受けてで5人中4人が落ちるとか,かなりシビアですねという試験です各言う私もですね、えー、二次試験は1回落ちてます、はい、あの一次試験は全部受かってるんですけど二次試験1回落ちてますなのであのいかに二次試験がまあ難しいか、はい、一次受かっててもやっぱりなかなか二次に通ることはですね厳しい試験ですねで かつ年々ですね近年2次試験の難易度が上がっているというのがあります。なのでまあ後でちょっとお話ししますけれども特に2次試験をしっかりやらなければ到底この診断士に合格するということはできませんのでね。であの試験の形式から言っても一次試験はこちらにある通りマークシート方式です。 なのである意味まあ、うんまあ、誤解を恐れずに言えば山間でも当たるわけですね5択大体いい4択だったり5択だったりしますで分かんないなでもなんかこれ見覚えあるなっていうことでまあとりあえずじゃあ塗っと,塗っときましたで当たってましたで山間で当たったりすることもあるわけですはい一方で二次試験というのは筆記試験論述なんですねですから こう,うろうぼえの知識とかだと当然何も書けないわけですよねだからこそしっかりと頭に知識がありでそれをしっかりアウトプットできる訓練を積んだ人でないととてもじゃないけどこの二次試験筆記試験に合格することはできないということになってますまずだ形式も違えば合格率真の意味での合格率も違うんだなというのを、えー、ご理解いただきたいとそういう試験ですで 一次試験は、まあ、ざっと7科目二次試験は4科目ということになってますで合格率なんですけれども、まあ、一次試験二次試験ともに、まあ、6割取れれば合格と60%以上取れれば合格ということになってますはいでこの中で特にこの一次試験においてはですねこちらに書いてありますけれども科目合格という制度があります科目合格基準 満点の六十パーセントを基準として、まあ相当と認めた得点比率、まあ要は六十点以上取れれば科目合格とみなしますよという制度なんですね。で、これがまあ今回のこの二千二十年合格目標を目指すというところの肝になってくるんですけども、ちょっとあのもう一ページちょっとめくっていただいて、えっと二十九ページなのかな、えー、科目合格制度についてというページ。 ね、あのこの一番上の方をちょっと見ていただきたいんですけれども、はい。でこちらなんですが、えー、全部で一次試験は七科目あります。で例えばこの二千十九年、えー、経済学六十五点、財務三十五、企業五十、運営四十、法務七十、情報六十、中小五十五の三百七十五点という結果になったとしましょう。そうすると。 一次試験は7科目700点満点のうち6割ですから700かけるの60%で420点が合格ということになります。ところが375点ということで残念ながら420点には45点足りませんでした不合格になります。でも科目ごとに見ると。 情報法務経済学は6割を超えてますのでこれはもうじゃあ翌年2020年は受けなくてもいいですよと受かったものと見なしてで残った4科目ですねこの場合この例でいくと財務企業運営中小でそれぞれ55706065とで合計が250点。つまり 4科目で400点満点のうち 60%400×60% ということで四二十、し二2 4 0点取れれば合格なわけです。で合計得点250点でこれで晴れて合格ということになります。でよく質問を受けるんですけどこれ財務55点ですよね。6割いってません大丈夫です残っ た4科目で6割トータルで6割を超えればいいのでだから1科目全ての科目を6割超える必要はないというわけですだからトータルで6割を超えればいい7科目だろうが6科目だろうが5科目4科目3科目2科目だろうがトータルで6割を超えればいいということになりますここがまあポイントですよねですからまあ 当然今この後皆さんにご紹介するこの2020年合格目標というのは当然2019年と2020年に分けて受験をしましょうというコンセプトになっているわけですね。でなぜ分けるのかと言いますと先ほど申し上げたように近年二次試験の難易度が上がってきている年々こう難しくなっている。 というのがありますで、私自身も先ほど申し上げたように1回二次試験落ちてます悔しいということでね、非常に悔しかったですはい。だからだとしたらその二次試験の合格を確実なものにするためには当然このまあ、二次試験をと最終的には受からなければいけないんですけれどもただこう 通常通りというんでしょうかね普通にこうだらだらと1次を勉強していてもなかなか2次合格できないというのがあります。で実はですねえっ、ー、と皆さんのえっ、ー、と最初の方の1ページあたりに戻っていただくとえー、こちら1ページのですね、えー、右上の方にあると思うんですがこの2次試験 4科目ですね事例の1234と4つの科目で一次試験は7科目あるんですがよくご覧くださいこの二次試験に直接絡んでくるのは実は3科目しかないんです。企業経営理論と運営管理とと財務会計という3科目が二次に直結する科目。だ裏を返すとじゃあそれ以外の4科目。 経済、法務、情報、中小のこの4科目というのはもうはっきり申し上げて2時には出ません。はい、まず出ません。ということなので当然こう一応2時に直結するのを主要3科目で直結しないものを、えー、周辺4科目というふうに、えー、一応レックでは名付けてます。こういうふうにね周辺4科目と主要3科目。そこで そこでじゃあ2019年については科目合格制度を使ってこの周辺科目から片付けてしまいましょうと。だってこれはもう1次でしか出ませんのでね片付けてしまってで2020年にこの 主要3科目企業経理論上管らに財務会計を受かって改めて2020年に7科目受かりました。で、2020年に2次に進めるというような立て付けになっております。これが今回皆さんにご提案する1次2次プレミアム1.5年合格コースということになるわけですね。 で今ちょうど皆さんこの1ページ開いてくださってると思いますので、まあ、あのそのお隣に目を向けていただきたいんですがちょっと引きの絵を持っていきますはいまずですねえっ、ー、と上の段を見ていただきたいんですけれどもこちらは2019年のタイムスケジュールとで下の段が2020年のタイムスケジュールという形になっておりますでこのコースの肝はですね えでは先ほど申し上げたこの周辺4科目ですね経済学や法務情報システム中小を2019年度中に片付けてしまおうというカリキュラムになってるわけです。でこの4科目については当然一時ベーシック講座と えー、ステップアップ、アドバンスということで、まあ、こちら2科目についてはまあ通信で受けていただくんですけれども、まあ、あの通学、ベーシックについてはしっかりと通学できる方は通学していただいて、で、ステップアップやアドバンスっていうのは通信でですね、あの受けていただくということで、ぎゅっとこう期間を短縮して、で、まず8月の、えー、2019年の一時本試験を目指すと。なこの4科目に、 周辺4科目に集中していただくということになります。で、当然ですね。あの始める時期によって、えー、当然4科目じゃなくてまあ、3科目2科目と減っていく可能性はあります。で、これいつも質問を受けるんですけれども、まあ、目安としては1科目。まあマックス100時間ぐらいだと思ってください。100時間ぐらいかかりますよと。とつまり、この周辺4科目。 を学習していくにあたってはまあ、400時間ぐらい。これはあのこのベーシックステップアップアドバンスでそのまとめ講座を含んだ数字です。これらの講座を受講している時間も含めてで、それ以外は自宅でね、えー、学習ですから、そういった時間も含めて1科目約100時間と見積もってみてください。そうすると、じゃあこちらの。8月の。 一時試験。2019年8月の一時試験までに、どれだけ時間が、勉強時間が取れるか、ということによって、まあ、科目が変わってくると思っていただければ結構です。なので、まあ、基本はこのカリキュラム通り、一時ベーシック講座をまずはしっかりと受けていただきます。この周辺4科目について受けていただいて、ただ、始まる時期が早ければ早い方でね、これで行くと、この、まあ、 えー、理想のモデルでいくと2019年のまあ2月ごろスタートアップから始めて、まあ、2月3月4月5月6月7月と、えー、約半年あります半年かけて4科目仕上げようよと、まあ、無理なく、えー、一時合格できるレベルですよねただ半年で7科目全部受かるっていうのはかなり厳しいとだから半年でまあ4科目に集中してでこの ベーシックステップアップアドバンスそして直前総まとめを受けていただくことによって、まあ、4科目に絞って受けていただくことによってあとは自主学習をですねしっかりこなしていただければ無理なく一次試験合格レベルには到達されると思います、はい、なので、まあ、その意味ではまず手始めにもう一刻も早く始めることこれが重要ですよね。あの時間 一次試験というのは勉強時間に比例して点数伸びていきます。だから早く始めれば始めるほど点数は伸びると思っていただいて結構です。なので皆さんにはぜひですね、一刻も早く始めてほしいんですね。早く始めれば始めるほど科目合格の可能性は高まります。で、まあ、仮にこの2019年の一次試験、まあ4科目受かりましたという前提でお話をしますけれども、じゃあこの4科目が終わって た周辺じゃなくて主要3科目ですねこれに注力することができるわけです。なので当然この一次試験が終わった後のタイミング、ね、2019年の8月からちょっとアップにしましょうか2019年8月からこの企業経営運営管理財務会計この メインのね、2次につながる主要3科目のベーシック講座が始まるカリキュラムになってます。で、ベーシック、ステップアップ、そしてアドバンスという形でね、進んでいくわけなんですが、もちろん、えー、当然始めるのが遅かった方とかね、残念ながら科目合格ちょっと足りなかったという方もご心配なく、当然この主要3科目以外に、えー、周辺4科目ももちろん、えー、カリキュラムとして載ってます。 だからご自身が必要な科目を受講されればいいわけですよねただまあ理想の話でいくともうここでは3科目に集中して4科目はもうすでに合格しているっていうのが理想ではありますが、まあ、なかなか始める時期によってそうもいかないので3プラスアルファの可能性はありますただ全てにこのベーシックステップアップアドバンス の口座が用意されてございますのでね、そちらをご自身の状況に合わせて受けていただくということになります。そして、えー、この特徴的なのが、この一時ベーシックが終わるのがだいたいまああのカリキュラム通り行きますと、2019年の12月年内にはまあ、終わるイメージですね。で、年明け2020年の1月から早ければこの 二次が始まるわけですで先ほど申し上げたように二次試験というのは年々難易度が上が上ってますだからもうなるべく早く早ければ早いほど2次に着手する時間が早ければそして2次に触れる時間が長ければ長いほど当然2次試験に合格する可能性が高まるわけですよね。 なので REC ではですねこれ多分業界最速レベルだと思いますが年明け早々もう2時から始ままっていきますでベーシック講座やベーシック当ーそして2時のまあ,あの過去問厳源泉過去問アプローチ講座などなどが当然こう1時と2時で同時並行で行われるということになります。 ただまあ直前期はですねまあ本試験えっ、ー、と2020年は7月予定とオリンピックイヤーです7月の前の月あたりに総仕上げの模試だったりだとかですね講座なんかは当然用意されていますで改めてこの2020年に一次試験合格残ったこの理想でいくとこの3科目に合格をして初めてじゃあ10月のまあここが 要は従来は2ヶ月しかないんですけど8月から10月の2ヶ月しかないんですが2020年は7月から10月の約3ヶ月ありますからより二次にたっぷりこう学習することができるわけですね。はい。で、ここで改めて2020年最終合格を目指していただきたいと。だから2020年は二次試験の勉強をたっぷりできる。 その意味では、じゃあ戦略的にですね、2019年と2020年に分けて、で、受験することによって、まあ、あの、無理なく2020年の合格を目指しましょうというのが、この1.5年合格コースということになります。ですので、まあ、あの、この科目合格制度というものを、存分に活用した制度になりますので、じっくりですね、この、まあ、 一次次試試験験と二次試験のこう共通科目ですね主要3科目に取り組むことによって二次試験に対応できるる力をつけるとやっぱりよくありがちなのがあのまあ一次試験マークシートをクリアするための勉強ばっかりしててですね二次試験なかなか合格できないという方もいらっしゃいますし何を隠そう私自身も1年目1回目ですね二次試験落ちたのはやっぱりマークシートの勉強しかしてなかったんですよ。 もう今でも悔やままれすだから早く一刻も早く二次試験の勉強を始めることこれがですね二次突破の秘訣とということになるわけですねですので、まあ、社会人主に社会人の受験生が多いので社会人基準でお話ししますが冒頭申し上げたように社会人の方がそのご自身のライフスタイルの中にですね勉強という時間を確保するのはかなり難しいわけです。 その中で無理なく無ラなく合格をしていくためには、やはりじっくりとですね、時間をかけて、まあ分けてですね、科目合格制度の恩恵を享受しながらですね、この二次を目指すという、この1.5年プレミアム合格コース、こちらをですね、お勧めしたいなということで、まあ今回のガイダンスではですね、皆さんにこちらのご紹介をしました。で、細かいですね、えー、使用テキストであったりだとか、まあ、合格者の 言葉だったり、そのあたりはもうパンフレットを読んでいただければと思います。私が伝えたかったのは、あの、しっかりと、二次試験難しいということと、一刻も早く始めることが合格可能性を高めるということになりますので、ぜひぜひ、えー、そちらをですね、まあ、あの、皆さん今回のガイダンスを聞いていただいて、まあ、いろいろ悩まれると思いますが、本当にあの、皆さんの人生を変えるインパクトを持ってます。ですので、 えー、より良い皆さんのですね今後の人生に向けてこの中小企業診断士という資格がきっかけになれればなとそしてそのために我々レック講師陣は全力で皆さんのサポートをさせていただきますのであの一刻も早いこう意思決定とですねあとは目的意識を持ってこう勉強を始めていただければと思いますのでね、まあ、あの悩んでいただいてしっかり納得づくの上でぜひぜひ、えー、ご検討ください。そして 決めめたのでであれば一刻も早く始めるとというところをですね、踏み出していただければと思います。というわけでですね2020年合格目標科目合格制度を活用した戦略的合格法、まあ、簡単ではありますけれどもガイダンスはここまでにしたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。